こんにちは。今日は食べたかったものをね、マクド行ってしまいました。公園前に。いただきます。どうする？ちょっと列目に顔が見えへん位置。おいしい。のなんかなんで行ったかというと、チョコミントのやつがあって、それ食べたくて行ってみたんですけど、もう飲み終わっちゃいました。美味しかった。うん、うん、なんか劇場で、あ、全然チョコミントじゃなくて、ていうか初めてチョコミント食べたぐらいなんですけど、なんか今日から始まるみたいな宣伝出てきて、なんか見た目可愛かったから買いに行ったら美味しかったです。チョコミントをじゃなくても食べれると思います。ほぼチョコ、チョコ味でした。一番好きなのは、あ、スースーしてない。なんか風味みたいな、チョコミントの風味がするチョコフラペチーノって感じ。バーガーはエグチが一番好きです。うん、うん、うん、うん。あ、ついに本日生誕 T シャツのデザインの紙を受け取りましたので、そろそろ考えようと思いますね。何がいいかな。でもなんとなくのイメージはあるんです。うん、うまい。買ってから時間経ちすぎて、皆さんだってさ、まあ関東も、まあ、関東は4日に水色レーンするんですけど、でもその時までにゲットできてる人は多分少ないと思うんですよ。なので、まあドレスコードが水色ってことで、ちょっと水色でタンティーやったら嬉しいけど、普通の水色、ワンポイントの水色とか何でもいい感じで、でもオンラインの時はみんなで来たいなって感じです。8月31日です。フンフェンもこの日は来ます。4日は迷い中っていうか、まあ、私服にしようかなって思いますね。なんか名探偵にしようと思ってたんですけど、私服がいいっていうコメントを多数いただいたので、嬉しい予約もした。
でもでそれ以外でもやっぱりライブとか何かあるときには使えるので、一年中行事があるごとに生誕 T シャツを使ったら使えるので、ぜひお待ちしてます。そう、オンラインで買った、まあ、遠征っていうか関東の方とかは結構遅いかもしれないんですけど、届くの現地で手に入れた方は ライブとかではもうお披露目できると思います。楽しみにしてます。新しいライブで、ライブ会場で新しい生誕 T シャツが見れるの楽しみにしてます。めっちゃね、夏にライブできるのは嬉しいんですけど、もう毎年リハ期間なんですよ。これはね、なんかちょっぴりなんか仕事っていうか、まあ、休みは休みで困るねんけど、なんかリハーサルっていう、ライブのリハーサルっていうのがちょっと絶妙な感じ。毎年でも毎年ほとんど夏にライブやってるのね、ほとんどリハーサルですね。たまにその日によってはティフだったりフェスの日とかあるんですけど、今年も多分リハ期間ということで、まあでも夏のライブ楽しみにしてます。どうだろう、この間のリハ期間の公演はどうなんだろう。でももしかしたらそのリハ期間に生誕祭もあるかもしれへんから、どうしようか。ほんまく知りたいですね。あ、てか大事件が起きたんです。なんと TikTok にログインできなくなりました。誰か乗っ取ったやろ絶対。ほんまにどうする。今日からしばらく休みます。 TikTok ほんまに今 TikTok の人にも聞いてみてるんですけど、しかもね自分の携帯だけ、もう一個っていうか私携帯変えたんですよ。もう前の携帯とかはまだログインされてて、なんだろう、自分のアカウントだけログアウトされてん。どう思う？だからしばらく休みます。でもなんか勝手にログアウトされたんですよ急にね。でその理由みたいな出てくるんですよ。ヘルプみたいな押したら乗っ取りって出てきたんですよ。どうする。
誰の太ったんほんまに。え、分からへんね。普通にあのトラブルみたいなあれかもしれへんけど。ニンチンだから今 TikTok 見られへんくて、あの変な投稿とかまあ乗っ取られてるかは分からへんけど、何か変な投稿とかされていたらぜひあの言ってくださいね。ニンチンやばい乗っ取られてるかもって教えてくださいね。でも自分の携帯だけっていうのがちょっとよくわかんないんですよ。この携帯、この今配信してる携帯だけ無理なんですよ。それ以外の他の携帯ではいけるから、どういうこと、つまりどういうこと、私にもわかんないんですけど、他からは入れるんですけど、下書きはこの携帯にしか入ってなくて、他の携帯には前の携帯で撮った下書きしかなくて、なんで受験心身は100個以上あのストックがあったんですよ、ルックロックの。だからそれがなくなったと思ったらもうほんまに最悪。悲しいです。まあでも やってみますね、いろいろ。なんかまだそのこれはどうみたいな、まだできてない策なんていうの、手があるのであれなんですけど、悲しみです。本当に。でもね、あの私の携帯なんか変なんですよ。携帯があかん。なんかあのいつもこの公園の資料とか見てるなんかサイトっていうかアプリみたいなあるんですけど。それも開かれへんくて、心身だけ。なんか紙の資料でしか見れないんですよ。え、乗っ取られた？携帯が乗っ取られた？ iPhone です。はい、もう再起動もアップデートももう全部やりました。なんだよね、でもそのアプリがなんか使えてない人は今んとこ見たことない、自分以外。なんかお問い合わせっていうか、なんていうんやろ、それは NMB でのなんか NMB のアカウントで入ってんねん。
なんか一個のアカウントをみんなで共有してるみたいな、なんかなんていうの、わかる？だから心身なんかよくわかんないけど、でもそれに心身だけログインできなくなったみたいな感じ。なんか始まった。終わりますねじゃあ。なんか事件が起こってる。起こってる。ちょっとまた進展があれば報告します。悲しい。心身悲しい。行きます。13位、ヨシ、ありがとうございます。12位、キノ、ありがとうございます。11位、だし巻き卵、ありがとうございます。10位、シン、ありがとうございます。9位、中島ヨシ、ありがとうございます。8位、ミワッチ、ありがとうございます。7位、ノリ、ありがとうございます。6位、沸騰注意、ありがとうございます。5位、タンベマーボー、ありがとうございます。4位、ジャオスケ、ありがとうございます。3位、ロンドベル、ありがとうございます。2位、京都のエジ、ありがとうございます。1位、カネピー、ありがとうございました。よくわからないあれにやられて、ちょっと落ち込み気味なんですけど、復活を願って頑張ります。